こんにちは。デモンストレーターの田原英一です。今日はスリップのカーボン三脚の最新型、一番新しい世代に属する三脚、カーボンマスターの733をご紹介いたします。スリップのカーボン三脚は、数字、このカーボンマスターとかライトカーボン E の後につく数字ですね。5,6,7,8,9 という5段階の数字がついていますが、これはパイプの太さを表しています。昔の価値観といいますか、一眼レフ主体の頃のカーボン三脚の考え方だと、パイプの太さ 28mm が中間値、これが標準的なもので、それより一回り細くても、安定性が多少悪くなるけど、持ち運び優先だったらいいんじゃないですかというのが、28mm 系に対して一回り細い 25mm サイズ、今回ご紹介するの733が 25mm サイズなんですが、そういったスタンスだったわけです。ところが今私自身もこのニコンの Z50 ミラーレスをよく使うようになりましたが、ミラーレスのカメラって一眼レフのカメラよりも小型軽量化してます。そしてミラーショックという概念がなくなってますから、一回り小さくしても大丈夫じゃないかということは考えられるわけですね。今回ご紹介するカーボンマスター733は、パイプの太さ 25mm をスタンダードとして考えた新しい世代のカーボン三脚、このニコンの Z50 クラスのようなミラーレスをスタンダード標準的に使っている方としては十分な機能を持つカーボン三脚なんです。雲台は高精度タイプですね。 SH806 というのを使ってますが、 NS という数字が記号がついています。この NS というのは SH806 の新型 N バージョンのさらにショートハンドル型 3way 雲台の雲台を使っているわけですが、カメラの方向を上下方向、左右方向、横位置縦位置方向と3方向個別にしっかりじっくり調整できるという雲台で、ハンドルを今回短くしています。ハンドルが短い方が取り回しが細かくできる、あるいはこの横に出っ張るハンドルが短いとハンドルを外さなくてもそのまま畳んで小さくなるということを考えて、今回ハンドルを短くしているということなんですね。で、このカーボンマスター733、雲台は高精度タイプということを申し上げましたが、これ、小真面目方式というタイプの雲台です。雲台を緩めた時に、外からはこの中の変化が見えません。中のコマが緩まって、この方向が動くという形なんですが、これがいいんです。比較的手頃な価格の三脚で見られる割り締め方式という方式がありまして、これだと緩んでくるとここに隙間が空いてきますね。この隙間が空くことで緩まるという方式で、締めていくとこの隙間がなくなっていくわけですが、この時に雲台が微妙にずれるということが起こるわけです。これをなくしたのが SH806NS に使っている小真面目方式ということなんですね。さらに今回、このカーボンマスターシリーズは、クロスパターンのカーボンパイプを採用しています。ライトカーボンシリーズという比較的お手頃価格のものと、このカーボンマスターシリーズ最高級ラインのものでパイプを変えたということなんですけども、このクロスパターンということは、繊維の方向を互い違いにこのパイプで入れているものですから、強度がより優れているといったことが言えるわけですね。さて、このカーボンマスター、733ですが、3段式。パイプの段数、1段目、2段目、3段目ということで3段式なんですが、三脚のスタンダードは私自身は3段式と考えてます。持ち運びを優先すると4段、5段と段数がだんだん増えてくるわけですけども、ここのパイプの継ぎ目が多ければ多いほど揺れにつながる。また、パイプの継ぎ目が多いければ多いほど、下のパイプが細くなってくるということで、このカーボンマスター733に関しては、25mm パイプ、22mm パイプ、19mm パイプということで、3段で、それほどパイプが細くなっていないという、この上のパイプの
25ミリ系に対して下のパイプが19ミリ保ててますから、割と安定しているということが言えるわけです。で、このカーボンマスター733、新しくなったのは開脚の方式です。上位機種の三脚になると、大抵の三脚でローポジション撮影、低い位置での撮影ができるように、ここに足が開くための機構が入ってるんですけども、今回のカーボンマスター733は、ハライチロック式という、まあこれハライチさんという人が考えたからハライチロック式というんですけども、非常に先進的な開脚ストッパー機構が入っています。スリックで一番最初にローポジションに対応したのがシステム三脚、1971年なんですが、当時はパイプを一旦この六角ボルトを外して入れ替えて、ローポジションにするという設計でした。表裏リバーシブルにするとローポジションになるという設計だったんですね。で、1978年に各パイプでレバーを操作することでローポジションとなる 88D という三脚を出したんですが、丸パイプのローポジション方式としては、1983年のグランドマスタースポーツ以降、まあ私が今この持ってますザ・プロフェッショナルでも使ってますけども、この字型のパーツでこれを引き出してローポジションにするという方式を、もうこれ1983年から今に至るまでずっと上位機種から下位機種までこの方式を採用するということをしてたわけです。まあこの方式は信頼性が高く、見た目で開脚角度がわかるというところのメリットはあるんですけども、自動復元しない。足の角度をこのように戻していっても、ここのパーツが開いているとローポジションに入ってしまうという問題があります。そこで1988年のエクセラスポーツ、あとその輸出バージョンの444スーパースポーツといったモデル、今で言うとダイワの VT5512 とかに採用してるんですけども、押しボタン式、押してこのまま開いていくという方式もスリックは使っています。これ自動復元になるんですけども、この方式の欠点は押さえながら開かなければいけないということで、これ割とね、三脚のこの足の取り付け部分、ここに近いところで開くので力が必要なんです。で、この原理でいくと、この支点に対して近いところで開こうすると力が重く、まあ強い力がないと開かないという問題が起きます。今回のハライチロック式は、あらかじめ開脚度をこれで選んでおいて、このように支点から遠いところで開脚操作ができるので、軽い力がで開けるというメリットがあるんですね。まあこういった新しい開脚方式を採用しているというのが新しいカーボンマスターということで、カーボンマスター733、非常に操作性を高めているというところなんです。カーボンマスター733をローポジションにセットしました。地面からカメラを乗せるカメラ台までの高さが36センチ。ここまでローポジションにセットできます。まあ、鼻の撮影から一番伸ばすと1メーター80ですから、風景撮影まで1本で十分カバーできるというわけなんですね。今回のカーボンマスター733では、雲台が SH806NS ということで、水準器が一軸二軸の二軸水準器プラス縦位置用の三軸水準器付き、さらに本体が更新されて、ここにも水準器が入ったということで、まあ非常に水平出しがしやすくなっているというのもポイントですし、あとストラップが標準装備です。まあストラップそのままこうやって肩にかけて運べる、ケースも付いているということで、持ち運びもすごくよく考えています。スリックの新しい上位三脚、スリックのカーボンマスター733、まあパイプサイズ25ミリサイズですけども、まあ、装備充実しています。で、装備を充実するとどうしても重くなるんですが、この三脚は 2100g ほどということで、大変軽量に、まあカーボンのメリットである持ち運びのしやすさというのも考えて作っています。ぜひ店頭でチェックしてみてください。